思います。そう、金チャンネル。はい。じゃあまず開けていこう。はい、開けていきます。これどこでゲットしたんですか？セブンイレブン。なんか当たりがあるらしいですね。聞いてますか？聞いてます。喋らないと喋らない。え？見たことないんだよ。初めて食べる。ヒカキンさんの動画見てないからさ。え、開けていく。俺も開けていく。開けていく、味噌菌。おお、それは蓋の上で温めるやつじゃねえか。まあいいか。待って。蓋を開けると、蓋に書いてるの？味ね。蓋開けていく。ゴミ回収。ゴミ回収おじさん。開けてみますね。じゃあ、無理やるか、開けてみよう。味噌菌です。開けてみて。じゃあ、開けてみます。当たりか外れがあります。あ、外れです。外れでした。ああ、何か書いてね。ここに味噌菌が書いてあれば、はい、当たりです。あ、そうなの？はい。じゃあ、味噌菌さんの方は、外れですね。味噌菌飯もあるの？当たり。多分。いいよ、それつけたままでいいっすよ。それです。じゃん。で、中はこんな感じです。じゃじゃ。美味しそう。じゃちょっとお湯入れていきますわ。はい。お待たせ。今質問コーナー。質問コーナー。質問来たの？来てない。質問来て、一人で質問コーナーできるの。楽しかった。ちょっと開いちゃうんですよ。そこに三人で。お湯がなくて、緊急で今お湯沸かしてきました。ここのやつ。緊急でお湯沸かしてきました。じゃあこっちから行くか。僕が本気で考えたカップ麺、味噌菌ラーメンをカップ飯にしました。ああ、で次、今は飯を読みました。で次はこっちを読みました。でちょっと読めないとこちょっと来て来て、読めないとこなのか。僕のなんて書いてあるの？僕の下見、下積み時代を、僕の下積み時代を言ってない僕の下積み時代、違う、下積み時代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 を、わかんない、支えてくれたみたいな、支え、違う、人生が変わるその日もラーメンを食べてました。そんな僕が考えた元気の手一杯です。ブンブンカーの YouTube、 ここにみそきん、ヒカキンさんのサイン書いてあるんだよね。あ、そうなの？書いてあるあそこにね。なんかビートボックスだっけ。あ、そうビートボックスが上手くてここに絵が書いてあるんです。お友達もなんかお友達2人、味噌菌を買ったんだそうです。買ったんだ。5月の30日と、5月の25日の10時から買ったらしい。そろそろ確認してみよう。ちょっとみんなに昨日カノボタ書いたとか教えたい。え？カノボタ書いたとか教えたい。ああ、昨日本屋さんでね。そう、昨日は長野駅に行って本屋さん行って、あのなんかね、七夕だから、七夕近いから、あの七夕書いてどうぞって言ったので、長野駅の本屋さんに行って見てみてください。あ、いい感じいい感じ。ちょっと見てください。味噌菌さんのなんか香味油入れていくんだ。ちょっとマジでうまそうなんですけど、辛くないらしいですよ。このもちでも食べられるか。はい、メルカリとか、この
感じっすね。見えっかな。美味しそう。うん、ちょっと見せて。見えてる。ちょっと確認してカメラアングル。どう？あ、見えてます。いい感じ。もうちょっと上。OK。いい感じ？うん、見えてる。もうこんな感じだよね。いいです。よし。よし、じゃあこれで。待て。味噌飯の方も行ってみよう。みんながシャインマスカットボンボンは食べたことあるんですか？ああ。あれどこに売ってるんですか？ファミマですか？ファミマね、は売ってないですけど。キムチさんの方も。ジュルルは食べたことありますか？なんだジュルル？ジュルルってなんか周りがなんかさ、あの。これはよく混ぜた方が良さそう。昨日はボンボン焼きに行きました。美味しかった。作り方合ってるか。よくかき混ぜた。見た目はね、あ、じゃあかき混ぜる前に、これじゃあ、どうぞ。食べていい？こっち移したらいいと思います。これ消してる。あ、違う違う違う。シリで楽しいです。うまそう。仕上がりください。いただきます。はい。父ちゃんもちょっと食べてみます。いただきます。これがみそきんさんの味か。うまい。うん、うまっ。めっちゃうまいんだけど。じゃあルカに質問してって。答えていくから。今の味噌金魚、そういう時って質問こうした方がいいんだよ。そうなの。多分して好きな YouTuber は誰ですか？待って、これ岩にあげてこないと。それ言ってたっけ。うん、だって岩にあげてくる。ちょっと待ってて。ゆうちゃん美味しいって。お水どうぞ。好きな YouTuber 何？最近よく見る東出チャンネルですね。東出チャンネルよく見ます、ね、こんな感じ。味噌美味しい。これうまそうじゃん。映ってるかな？見ちゃう。映ってるか。じゃあこれもいきますか。そうっすね。もっぱら東出チャンネルしか見ないっすね。あ、あと気まぐれクックさんかな、やっぱ一番は。これじゃあどうぞ。それ冷めてみるね、俺も。うまい。うん、これもうまい。これうまい。食べるラーメンみたいな、どこにも売ってないラーメンみたいな、うん、インスタントにしてはうまいな、これ。おいしいね。どうした？ここも構わない。うまい。味噌飯も全部取られちゃったんで、余った味噌菌ラーメンさんにご飯入れて味噌飯作ってきました。うまそう。こうやって食べると二度美味しいですよ、みんな。これ辛いんだよ。ちょっと見ちゃった。あるじゃん。何がある？
トライアーツ。あ、でもそんなに辛くない。食べる。ピリ辛。ラーメンもあるよ。美味しいね。うん。こうやって食べれば。2回味噌飯を食えましたね、みんな。ちょっと入れてみます。うん、うまいよ。でもみんなやってみてね。これ絶対やった方がいい。バズるよ。やってると思うんだ、みんな。味噌菌の余ったとこに米入れていく。あー、味噌菌が出てきました。あ、サブ、あれだ。ピント合わないじゃん。オーケー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 。よし、サムネ。今サムネ。ん？大丈夫。動画からあれしちゃうから大丈夫。今見ちゃったから大丈夫。うん。うまい。うまいね。うん。もしかして部下しか映ってない。そうだよ。お疲れ様でした。部下チャンネルだけになっちゃうんだよ。最近もう部下チャンネル化してきてます。最近ね、みんなもね。うま、うまたにえんだわこりゃ。うん、映らないっていう。さっきもお年頃だからね、みんな。ね、もう6年生中に高1だからね。そうだよ。今後はルカチャンネルとして運営していく。もう一番4年生とか5年生とか1万チャンネル登録してくれてるから。食べたらちゃんとエンディングで、てててててててれてて、何だよ、てててててれてれですよ。あれうまいかしら。味噌菌は知ってる？知ってる。あ、オッケーオッケー。味噌菌は、うん、どこにでも売ってないんですけど、食べれてよかったです。で、味噌菌飯と味噌菌のカップラーメンとかうまかったです。また今度食べたいなと思います。あったら買いましょう。はい、次、はい、感想。感想、美味しかったです。それだけじゃないです。はい、はい、エンディングスタート。次はお父さんがいます。はい、美味しかったです。はい、はい、それだけだそうです。じゃあね、急だな。あ、急。チャンネル登録、チャンネル登録よろしくね。もう入ってる、それ座んないと入んなくない。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録、グッドボタンよろしくね。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバイ。顔入ってないさ、しゃがってさ、家族みんなで見てね。はい、バイバイ。やめろやめろやめろ。